こんにちは、萌えです。今回はですね、綺麗な線の描き方を紹介したいと思います。ちょうど壁画を描いていてですね、細い線をいっぱい描いているので、ちょっと、説明したいと思います。で、ちなみに壁画を描くとき、ペンキを使うときですね、まあ絵の具もそうなんですけど、私はこういう風にいらなくなったトレーとかを使って、もうその場で捨てられるようにこういう使い捨てのものを使うときが多いです。これはね、お豆腐が入ってた入れ物ですね。で、今回これぐらいの太さの、筆で描いていきたいと思います。ちなみにちょっと曲がっちゃってるんですけど、これもともとキャンバスで描いていたアクリルとかで使っていた筆なので、まあ、お風呂ですね。なのでそこまで綺麗な筆ではないんですが、これぐらいでも綺麗に描けるのでですね、ちょっとコツとかをお話ししたいと思います。ちなみに使っているのは3ミリぐらいのラウンド筆ですね。それを使って描いていきます。ペンキを塗るときと絵の具を塗るとき、それぞれその絵の具とかのですね、画材のテクスチャーにもよってこのつける量とか描き心地とかが変わってくると思うんですが、基本的にはですね、絵の具は、つけすぎず少なすぎずっていう感じです。これはですね、綺麗に塗るときキャンバスでもそうなんですが、あまりつけすぎても、ドボドボっとなっちゃってよれちゃったり絵の具が垂れちゃったりするので良くないんですが、つけすぎなくてもボソボソってかすれてしまって、細い綺麗なエッジの線が描けなくなります。なのである程度つけなきゃいけないんですが、こういう風にね、ちょっとエッジがねボソボソってなると、何回も何回も前後こう動かさないといけなかったりするので、こんな感じでですね、かすれちゃうことがあります。で、このかすれをね、できたとしても直していけばいいんですが、直す時も少なすぎるとかすれて綺麗なエッジが作れなくなるので、足りなくなったらしっかりちょっとずつなんですが足していきます。そうすると綺麗なね、エッジが描けて、先の方にスッと細くしたい時もこういう動きで綺麗な線が描けるようになります。で、この筆のザッと、なんていうのかな、筆先にこの羽みたいな、習字の時の羽、この辺ですね、この辺もざーっとぼやかしたいとかですね、筆の感じを出したいっていう場合はまた違うんですけど、細く尖った感じにしたいとかの時はですね、こうボソボソならないように気をつけなきゃいけないです。今みたいに少ないと、絵の具つけた絵の具とかペンキが少ないとボソボソなるので、これをですね、ほんのちょっとずつちょっとずつつけていきます。これもあんまりこう何回も何回も、細かく塗っていくとですね、綺麗な線が、直線とか、まあ曲線とかでもそうなんですけど、スーッと描かないと綺麗な線が描けなくなります。なのでこういう風に長いストロークで描くのが本当はね、好ましいです。でもそうなると結構たっぷり絵の具とかペンキをつけてないとその動きができないので、ある程度ですね、たっぷりつけとかないといけないっていう感じです。なのでですね、ポイントとしてはまあまあたっぷりつけるけれども、つけすぎると垂れてしまうことがあるので、そこを気をつける。そして筆の動きですね、手の動きとか筆の動きは、細かく書くのではなくて、スーッと長いストロークで書くっていうことを注意してもらえたら結構ですね、綺麗な線が書けると思います。で、このストロークもですね、ちょっと長いストロークを書くときはですね、絵の具の濃さも濃いままで書きたいけれども、結構濃すぎるとですね、ボソボソなりがちなので、どっちかというとちょっと水分が多い方がいいと思います。で、これはですね、水分多すぎても、薄くなってしまうので、その辺気をつけながらですね、ちょっと調整して、やってみてください。はい、ということで今回はですね、ちょっと簡単でしたが、細い線の描き方を紹介しました。他にもね、動画出してるのでぜひチェックしてみてください。ということで、また次の動画で、バイバイ。